昭和40年代男、今回はね番外編ということで一冊の別冊を、別冊というかね全く違う本を取り出してお話しようかと思います。それではしっかり見ていきましょう。こんにちは、速稼塾の久保です。皆さん、こんな本があるのご存知ですか？よろしくメカドックの続編がちょっとね書かれている本なんですよ。よろしくメカドックっていうのは確か1980年代だったかな、週刊少年ジャンプで連載されて、まあ、すぐにテレビアニメ化した、まあ、車のねチューニングショップの人たちのストーリーなんですけども、これがね面白い。で、中学の時代に私見たと思うんですけども、当然車の免許なんて持ってないですよね。で、車の所有権なんてのはないですけども、車への憧れを刷り込んでくれた、もう本当にね一番有名な本じゃないかなと、漫画じゃないかなと思います。これがね主人公の風見純でしょ。で、これがね一さんっていうのがね板金の中で、経理担当のこれが一郎な、な、なんですかね、忘れちゃった、まあ、ジャッキーチェンの声なんですけどもね、中村一郎だったかな、一さん、一さん、あ、ノロさんだ、これがノロさんで、これが一さんですね、一郎だから。で、風見純の3人でできてるんですよね。で、これが当時のなんだろうね、これ車の名前わかんないですけど、86レビンですかね、これね、80ヒーローって書いてますね。まあでもチューニングっていう概念がね、あの当時わかんなくて、要するに車を改造するんですよ。エンジンをパワーアップしたりとか、足回り、要するにタイヤをいい感じにしたりとかね。それで、まあコーナリングも強くなったりとかね、まあいわゆる走り屋っていうのが流行ってたんですよね。まあでもこれは走り屋を奨励するものではなくて、ちゃんとレース場、サーキットで走りましょうみたいな感じで、正々堂々とレースで決着をつけるみたいな感じでね。で、むしろ走り屋とか、普通の行動を無茶して走る人を諌める役。うん、だから、ドライビングのルールやマナーっていうのも教えてくれた本でもあるのかなと思うんですよね。さあ、このメカドックの世界。ちょっとね、続編が出たということなんで、これはね、2017年の11月号なんですけども、こちらの久しぶりに出してきてね、懐かしいなと思って見ている、そんな動画になります。いやー、でも懐かしいな、まあ、どんなことが書いてあるかな。まずは最初の方は、あ、これね、よろしくメカドックの世界ということで、単行本が全部で12巻まで出てますね。私ね、手違いでね12巻までの単行本を2セットあるんですよ。で、上の方には当時を飾った歴代の車があります。シティターボにフェアリディ Z の一番最初の型ですかね、 240ZZ って書いてますね。で、これは CRX、 あったな、セリカ WX、 うん、懐かしい、セリカ WX なんて今あるんですかね。で、フェアリディ Z の30かな、これが、私は32が好きですけどね。で、サバンナ、これ小学校の先生が乗ってたな。で、ピアッツァってのがありました。今ちょっと聞かないですね、日産でしたかね、うん、で、ここには今でもナンパカーの代名詞ソアラですね。うん、このソアラもなんか懐かしいな、うん、こういったね昔のこの頃の車ってのは、なんていうの、アメ車を結構意識したりとか、レースを意識したりとかして、クーペが多かったような気がしますね。ツードアのハッチバックとか。で、これがよろしくメカドックの世界。ちょっと光でね一部見えないんですけども、まあ、コンテンツに配慮してちょうどいいんじゃないかなっていうところですね。で、これが原作者の方との、まあ、インタビューかなんかですね、うん、杉原隆二さんだったかな。で、この方はね車漫画を主に書いてるんですけども、よろしくメカドック以外は結構短く終わっているっていうか、短くまとまってる漫画ですよね。お、これねメカドックの CRX を再現した方がいるんですよね。まあ私もねナイト2000をレプリカ、内装も外装もしたのをこの前ね2年になりますけども所有して、今度初めて車検なんですよ。だからね、テレビとか漫画で出てきた、アニメで出てきた、そういったアイテムとかね、車とかを大人になってね、そのまま再現する方とか、所有する方っているんですよね。うん、これメカドックって、メカドックファンが寄ってきそうですね。あ、杉原隆二さんのサインが、風見純くんのね、キャラクターとともにありますね。あ、これが、よろしく、やっぱりよろしくメカドックなんで、このオーナーさんは、4649のナンバーが最後の決め手って書いてましたよね。高速のサービスエリアなどに停めていると中年男が集まってくると、おっさんホイホイです。確かにね、これ私も行きますよ、こんなのがあったらメカドックって思いっきり書いてますからね。白のパターンもあるということでね。で、こっちの白のパターンはこちらの方ですよね。
この方もね、ナンバープレート46よろしくだったのかもしれないですね。結構ね、ありますね。CRX も、よろしくメーカードックの中に出てきた代表的な車だと思います。そして、渡辺さん、ね、レース界の神様、チャンピオンですね、渡辺さんは。うん、グレーサー Z。うん、まあ、今でもかっこいいですね。うん、私は3人のタイプが好きなんですけどね。今度買おうかと思うんですけどね。80黄色。おー。お、80。これは何だろう、ちょっと覚えがないな。お、これもね、渡辺さんの車じゃないですか。かっこいい。あー、ちょっと降りちゃった。うん。ね、ブルドック。これも、あれ出てきますね。スケボー小町かなんかが運転したかな。S800 から、一回だけこれ乗ったことがあるんですよね。漫画思い出すなぁ。イッツさんと、闘争心とナチの優しさ。ちょっとね、よく覚えてないですね、漫画ね。2セットも持ってるのに、内容どうだったか覚えてないです。あ、ソアラはね、ソアラは、よろしくメーカードック出てきたかな、出てこなかったような気がするんですけどね。まあでも私、大学生の時に、そのソアラが最もモテる車でした。だから車がモテて、中の人はおまけみたいな感じ。まあでもね、まずは、女の子の心にヒットするのが大事ですから、きっかけとして。それが車でもいいんじゃないですかね。やっぱ車も込みで男の魅力だと思いますね、私はね。だから車がなくて男の魅力だけで勝負ももちろんいいんですけども。あ、これぐらい。ナイト2000。ね。これは私も持ってますね。ナイト2000。デロリアンもいいですよね。デロリアンも、あ、デロリアンあった。デロリアンも欲しいな。デロリアンの方が多分ね、希少車っていうか高いんですよ。弾が少ないですからね。なんか、6000台か7000台ぐらいしか作られなかったでしょ？うわ、なんだこれ。あ、もうこうなったらちょっと違いますね。あ、ナイト2000ありましたね。私の車も取材に来てほしい。そうそう、内装もこんな感じです。これはね、後期タイプなんですけど、私はね、前期タイプっていうかね、あんまり日本ではオーナーさんが持ってないタイプなんですけどね。いや、ナイト2000いいっすよ。おー、これもすごいっすね。やっぱアメ車って、こう、特徴的っすよね。うん、というところで、まだまだちょっとページはあるんですけどもね、まあ、ページはあるんですけども、今日はこの辺りで、なんか懐かしいなぁ。やっぱりその憧れた車っていうのは、なんか大人になってね、思い出してもう一回その時に戻るみたいな、そんな雰囲気にさせてくれます。きっと女の子とかでもね、セーラームーンのコスプレしたりする女の子いると思うんですけども、今小学生の頃とかにああいうものにこう刺激を受けてね、憧れて、でまあいい感じの年齢になった時に、20代とか30代になった時に、こっそりとあの頃のね、自分の夢を叶えてみようみたいな、そんな心理も働くんじゃないですかね。私はね、まあ男の子なんで、男性なんで、コスプレというよりもこういった大物で勝負したいなと。完全自己満足なんですけども、人生って自己満足の連続ですからね。うん、だからこうなりたい、ああなりたいっていう憧れを、少年の頃の憧れを実現するのは大人になった自分なのかなと思っちゃいますけどね。今回はこういったちょっと古い雑誌を出してきてね、一緒に皆さんと思い出に浸ってみました。その他ね、昭和40年男、うん、まだまだこういうのありますんでね、また懐かしい話で花を咲かせようかと思います。これからもよろしくお願いします。昭和40年代男、今回はね、番外編ということで、一冊の別冊というかね、全く違う本を取り出してお話しようかと思います。それではしっかり見ていきましょう。